簡単型紙で作るアッパッパ、かぶって着るワンピース、 A ラインワンピース、子供用コサージュを作る。フェルトを丸く切ります。生地はバイアスにカットし、端を揉みほぐします。端から5ミリのところをぐし縫いし、元の長さの半分くらいになるようにギャザーを寄せます。厚い方のベルトの中心に印をつけ、ギャザーを寄せた生地を丸くして留めます。巻き始めの生地端は1センチほど折ります。中心の印に合わせて待ち針で留めながら1周し、2周目を上に乗せ、1周目を留めていた待ち針を使って2枚一緒に留めます。最後の生地端も1センチほど内側に折り込んで留めます。ギャザーを縮めた糸の少し外側を全返し縫いで、針目が2ミリくらいの細かめの目で縫います。お花の中心にパールビーズを縫い付けます。パールと同じ幅で縫い留めます。裏側にコサージュピンを縫い付けたフェルトを貼り付けます。コサージュができました。後ろ襟に足つきボタンを縫い付けます。前中心のタックの印で折り、コサージュピンで留めます。 A ラインワンピース子供用ができました。